ロバート・ゲイツ、ロバート・マイケル・ゲイツ、PhD、1943年9月25日体は、アメリカ合衆国の政治家、国防長官、第22代、中央情報局、CIA 長官、テキサス A&M 大学学長を歴任、現在、ウィリアムメアリー大学総長、第24代、所属政党については、 ジョージ HW ブッシュ並びに、ジョージ W ブッシュ政権などでの閣僚、補佐関係権から共和党員と思われがちであるが、これは誤解である。実際は、無所属を貫いており、共和党員として登録したことは一度もない。ただし、ゲイツ自身は、自らのことを共和党支持者だと思っている。とのことである。ビル・ゲイツと同性だが、日本では、海洋的に、 ゲイツではなく、ゲイツとされることが多い。カンザス州ウィチタ生まれ。1961年に、公立のウィチタ東高校、オール A の成績で卒業後、奨学金を受けて、ウィリアムメアリー大学、W&M に入学する。W&M 在学中は、歴史学、ヨーロッパ史を専攻するとともに、全米やフィリピンに組織を持つ、学生団体、フラタニティである。 ににに所属するななど、弁学以外にも様々な活動に関わった。1965年に W&M 大を卒業後はインディアナ大学に移り修士課程、歴史学専攻で学び、翌1966年に修士号を取得する。1974年、ジョージタウン大学から博士号、ロシアソビエト氏を取得。インディアナ大学修士課程在学中に、 中央情報局 CIA からスカウトを受け、終始過程を終了した1966年に入局する。入局当初は CIA 本局ではなく、兵役の関係から情報士官として空軍に入隊するとになり、1967年1月4日に、将尉として任官、以後1969年に除隊するまで戦略航空軍団。 作の拠点の一つであったミズーリ州ので、大陸間弾道ミサイル、ICBM ミニットマンの運用担当用に対する、情報、インテリジェンス報告任務に従事した。また、正位任官後まもない1967年1月7日には、現在に至るまでの伴侶であるベッキー夫人とシアトルで結婚している。除隊後は CIA に戻り、情報本部ソ連東欧部の分析官となる。 その後一度 CIA を離れ、1974年から1979年まで国家安全保障会議に勤務した後、1979年の後半に CIA に復帰し、情報本部戦略評価センター長、国家情報官、ソ連東欧を担当を経て、1981年から翌1982年まで中央情報長官、副長官室、だし、 ダシーエグゼクティブスタッフ部長を、1982年から1986年まで、情報担当時間、デピューティーディレクター法インテリジェンス、DDI にそれぞれ務め、1986年4月には、当時のロナルド・レーガン政権の下で、退任するジョン・マク・マホンの後任として、中央情報副長官に就任した。さらにこの1987年めには、 レーガン大統領より国家情報長官に指名されるが、この時は上院がイランコントラ疑惑へ関与した疑惑を問題として、この人事を承認しない姿勢を明確にしたため、指名を撤回されている。1989年1月にレーガン政権からジョージ・ H.W. ブッシュ政権へ政権が移行する。ゲイツは政権移行後も引き続いて、 中央情報副長官職を務めていたが、同年3月に政権移行後空席となっていた国家安全保障問題担当大統領自席補佐官に任命され、これに転じた。また1991年5月14日には退任する予定のウィリアム・ H ・ウェブスター長官の公認とて中央情報長官に指名された。レーガン政権時代に指名された際には、 前述のように就任を果たせなかったが、二度目の指名となった今回は、同年11月5日に、上院で無事に承認され、承認翌日の11月6日に就任した。ゲイツのような CIA 生え抜きの人物が、中央情報長官、CIA 長官に就任するのは、CIA 史上初めてのことであり、この後ゲイツは1993年の、 ウルクリントン政権への権威校まで長官を務めた。CIA 長官退任後は大学教授に転身し、テキサス A&M 大学にて1999年から学部長、2002年から学長を務める。2006年、国防長官であったドナルド・ラムズフェルドの辞任に伴い公認に指名された。同年12月29日、上院から承認を受け、 国防長官に就任。2007年のイラクに対する米軍増派作戦を主導し、イラクの治安を改善させるのに成功した。2009年に発足したバラク・オバマ政権でも、引き続き国防長官として留任した。米国において、対立党派などから閣僚を起用するのは珍しいことではないが、政権が交代する際に国防長官が留任したのは、史上初めてのケースである。 2011年7月1日、国防長官を退任。国防総省で開かれた退任式典で、バラク・オーバマ大統領から大統領自由勲章をサプライズで授与された。2011年9月、ウィリアム・アンド・メアリー大学総長、サンドラ・デー・オコナーの公認に選出され、2012年2月3日に就任した。2017年秋の叙勲で、 朝日大受賞を受賞。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。